ハロスマニア、皆さんこんにちは。チルインドネシアのチカラです。今回はインドネシア語でフォーマルとチルな自己紹介と使えるフレーズをいくつか教えたいと思います。イエーイ。インドネシア語を学び始めた方が増えてきたのと、あとはインドネシア語の勉強している方でもリフレッシュにはなると思いますので、ぜひご覧ください。あと概要欄に自己紹介用のテンプレのリンクも貼りましたので、ぜひこちらもお使いください。それではフォーマルバージョン、ちゃんとしたバージョンから入りましょう。まずは挨拶から入ります。はじめましてというのは2つ言い方があります。1つ目、パルクナルカン。2つ目、サラムクナル。続けて名前を言います。インドネシアでは名字ではなくファーストネームで自己紹介をすることが多いです。私の名前はタカヒロです。ナマサヤタカヒロ。私はタカヒロです。サヤタカヒロ。ニックネームやあだ名がある場合、タカと呼んでください。パンギルサイヤタカ。普段はタカと呼ばれています。ビアサリパンギルタカ。出身地や住んでいるところを言うとき、私は日本から来ました。サイヤブラサルダリジャパン。日本から来ました。サイヤダリジャパン。日本で生まれたけどマレーシアで育ちました。サヤラヒルディジャパン、タピブサルニャディマレーシア。フランスに住んだことがあります。サヤプラナティングルディプランチス。今はジャカルタに住んでいます。スカランサヤティングルディジャカルタ。職業などを言うとき、私は日本の会社で働いています。サヤスランクルジャーディープロサハアンジャパン。私はインドネシア大学の学生です。サヤシスワユニバーシタスインドネシア。私は弁護士です。サヤペンガチャラ。私は日本語を教えています。サヤメンガジャルバハサジャパン。私はマネージャーとして働いています。サヤブクルジャスバガイマネージャー。趣味や好きなものを言うとき、私はお寿司が好きです。サヤスカ寿司。私はバドミントンが好きです。サヤスカブルタンキス。私は海外旅行が好きです。サヤスカジャランジャランクルワルネグリ。私はインドネシア料理が好きです。サヤスカマサカンインドネシア。一つスマートに聞こえるための足したいフレーズ。私はインドネシア語を学び始めたばかりです。サヤバルモライブラジャルバーサインドネシア。よろしくお願いします的な自己紹介を終わらせる言葉。インドネシア語ではよろしくお願いしますというような言葉は、まあ直接はないんですけれども、これらのフレーズを使うことができます。お会いできて嬉しいです。スナンブルトムルガンアンダー。あと、はじめましてにも使える。あとこれよろしくねにも近い言葉。サラムクナウ。ご指導のほどよろしくお願いします。モホンアタスバントワンニャ。フォーマル版というのは結構不自然な感じしますよね。もちろん場面によってはこう自己紹介の仕方も変わってくると思います。先ほどのフレーズを組み合わせてなるべく自然に自己紹介をしてみますね。例1、ビジネスマン。プラクナルカン。ナマサヤタカヒロ。ビアサディパンギルタカ。サヤブラサルダリジャパン。サヤバクルジャサバガイセールスマネージャーディプルサーンイニ。サヤバルムライブラジャーバーサインドネシア。モホンアタスバントワンニャ。例2、学生。ハロー、ナマサヤアンジェリカ。パンギルサヤエンジ。サヤダリパレンバン。タピスカランティングルディジャカルタ。サヤスカアニメジャパン。Salam kenal.
概要欄にあるあの自己紹介のテンプレートの方に他の職業とか、まあ、あと好きなもの趣味とかについても書いてありますので、ぜひこちらチェックしてね。次はチルバージョンを教えてあげるね。これは友達だったり、まあ、パーティーだったり、もう少しカジュアルな場面で使える自己紹介の仕方です。まずは挨拶で、先ほどは、まあ、初めましてとかっていうのを学んだと思うんだけど、まあ、ここではこんにちはとかいやーみたいな感じで十分かなと思います。なのでそれはハローハローで OK です。続けて名前を言います。僕、私の名前はタカヒロ、ラマクタカヒロ。僕、私、タカヒロ、アクタカヒロ。で、前の動画でも話したことがあるんだけど、自分のことをもっとカジュアルに言うときは悪も使えるのね、うん、で、あともしくは名前だけを言って握手することもあります。タカヒロ、ニックネームやあだ名がある場合、タカと呼んでね。パンギラアクタカ、普段タカって呼ばれてるよ。ビアサアクリパンギラタカ、出身地や住んでいる場所を言うとき、もともと日本から来た。アクアサルダリジュパン、日本で生まれたけどオランダで育った。アクオラヒルリジュパン、タピブサルネリブランダ、今はジャカルタに住んでる。スカランアクティガルリジャカルタ、職業などを言うとき、私はドイツの会社で働いている。アクラギクルジャリプルサーアンジェルマン、私は日本語を勉強している学生だよ。アクプラジェルバーサジュパン、私はフリーランスとして仕事をしている。アククルジェフリーランス、私はカメラマン。アクフォトグラファー、私は英語の先生として仕事してるよ。アククルジェスバガイグルバーサイングリス、趣味や好きなものを言うとき、私は揚げたバナナが大好きです。サイヤパリンスカピサンゴレン、私はサッカーが好きです。サヤスカマインボラ、私はチルするのが好きです。サヤスカニャンタイ、私が一番好きなバンドはラッドウィンプスです。バンファフォリックアダララッドウィンプス。では例を挙げます。例1、ハローモニカ、アクダリバリタピスカランティンガルディベカシ、アクラギブラジャーバーサジャパンカナアクスカジェイポップ、アクスカランラギブラジャーサストラジャパンディユニフェルシタス、salam kenal. D. Ni. Halo, namaku Gunawan. Aku dari Jakarta, tapi sekarang tinggal di Jepang untuk kerja. Aku suka main bola. Makanan favoritku adalah rendang. Sekarang aku lagi kerja sebagai penerjemah. Salam kenal ya. Hai, これでフォーマルバージョンとチルバージョンを学んできましたね。実際はね、このように、まあ、台本を読むような感じにはならないと思うんですけど、自分にとって大事なフレーズは覚えておくといいかもしれない。とりあえず覚えてほしいのは一番短い基本中の基本の自己紹介ですね。はい、まあこれだけ勉強したと思うんですけど、ハローサヤチからサラムカナオ。はい、正直これだけでいいです。あとは会話のキャッチボールになると思いますので、まあ、その場合に答えられるように、まあ、先ほどのフレーズたちを覚えるといいかもしれない。そうすればよりコミュニケーションがスムーズになるかなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか？今回はフォーマルとチルな自己紹介と使えるフレーズについてお話をさせていただきました。これからもインドネシア語の教科書にあんまり載っていないインドネシア語とか、チルなインドネシア語ももっと教えたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。Makasih ya semuanya. Mata ne.